NASA のモジスによる南極にある二つの氷帝湖の画像氷帝湖は氷河の下、一般的には氷管か氷床の下にある湖である。その数は多い。2010年の時点で分かっている氷帝湖のうち一番大きいのは南極大陸にあるボストーク湖である。日本においてはその他氷河帝湖、氷床帝湖、氷河下湖、氷床下湖、氷床湖。 氷下湖などとも呼ばれる。2009年124の氷抵抗を載せた地図が出版された。124のうちほとんどは NASA の人工衛星アイスサットによって新しく発見されたものである。内陸の湖は安定している傾向がある一方で海岸近くの湖の多くはかなり変わる。いくつかの湖は 何百キロメートルもの長さの運河のような構造でつながっている。氷河の下にある水は潤滑剤として働き、氷が海へ流れる速さを加速し、ひいては海面上昇も引き起こす。氷の存在により、地上の環境から数万年単位で隔絶された環境にある。2000年代に入ると氷抵抗に存在すると推測された古い時代の 生物群探しが活発になり、2012年には、ロシアの研究者グループが、ポストク港、2013年には、欧米の研究者グループが、ウィランズコに向けて、掘削を行い、それぞれ極めて多数の新種のバクテリアを発見している。エウロパ内部の想像図。木星の衛星の一つであるエウロパにも氷抵抗があるという証拠がある。一年中溶けない氷で覆われているのが、 氷抵抗というわけではなく、溶けることもある氷に覆われていても氷抵抗である。氷河の基準は流れているかどうかであり、氷は厚さが約30メートル以上にならないと流れない。したがって全面結氷した湖が氷抵抗になることはまずない。地熱による加熱と氷表面における熱損失のバランスが取れているため、氷の下の水は 液体の状態を保つ。氷の圧力が水の融点を摂取0度以下としている。氷抵抗の天井はちょうど水の圧力融解点と温度勾配が交わるところと考えられる。ゆえに、ボストーク湖では湖の上の氷は周りの氷床よりもずっと熱い。湖の水のフローティングレベルは地面の端っこの高さよりもずっと高い。実際に、 理論上、その上の氷が必要なハイドロスタティックシールをギリギリもたらす程度の薄さなら、氷抵抗は丘の頂上にあっても良い。フローティングレベルは氷を突き抜けて湖まで穴を掘った時の水位だと考えることができ、上にある一つの氷がもし普通の棚氷として浮いていたと仮定した時の高さに等しい。したがって、 氷抵抗の天井は、周り全部が陸地である棚氷と考えることもでき、捕まった棚氷と言える。もしもフローティングレベルが、地面の端よりも高いなら、湖が存在するには、周り全部に沿って、ハイドロスタティックシールがなければならない。ハイドロスタティックシールは、湖の周りの氷の高さが、かなり高く、水が流れられないときにできる。 ハイドロスタティックシールができるとき、氷の上面は、仮面よりも10倍重要である。これはつまり、縁にある氷の上面が1メートル上がることは、その氷の仮面が10メートル上がることに、等しい、ということである。ボストーク湖では、氷の円の高さは、わずか7メートルしかないと見積もられている一方で、フローティングレベルは、天井よりもおよそ3キロメートル高い。 もしもフローティングレベルが高い時にハイドロスタティックシールを突き破ったら水は流れ始めヨークルフロイップになる。他のプロセスによる流出が増えないならば誘拐によって流量は指数関数的に増える。ありがとうございます。